ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は再アップの動画になります。今回は CR 地獄少女宵の研ぎ、こちらを完全攻略していきましょう。2018年1月に富士商事から導入された297の各編継続率 65% のミドルタイプです。アニメシリーズでは第4期が題材となっており、パチンコでは第3弾となっております。ボーダーは 16.9 と低めで、電サポ中の消化速度が速く、アタッカーも決まりやすいです。ですが電サポ中はヘル仕様になっており、通常時の消化速度は発光流に対してかなり遅く、当たるとへそが持っていかれてしまいます。通常時は保留を6個前後にキープする打ち方なら、当たった時にへそが無駄になりづらい、ベストな打ち方だと思います。アタッカーは9カウントなので、4カウント入ったら止めて、8カウント入ったのを確認後、弱強強の3発で対応します。3発目で2発目を押し出すようなイメージです。固まってもスルーポケットやアタッカー上の歯車で若干邪魔されてしまうんですが、ボーダーの下げどころなのでシビアに狙っていきましょう。止め打ちは1回砲1パターンです。電柱が閉じたら6、7発打ち出しです。スルーポケット、電柱ともに増える要素がないので節約打法で対応します。リーチ中はスルー維持のため 2,3 発スルーを維持、きつい場合は、打たないで対応します。できるだけ無駄玉を減らしましょう。換金率、貸し玉、投下でベースが 21.0、 増減率がマイナス 0.10、 出玉値間が16ラウンド平均1940玉、通常回転2000回転で期待値約プラス6600玉です。今回ご視聴ありがとうございました。最近ちょっと再アップの動画が続いてるんですが、最新機種の実践データがまだ取れてない状態なので、取れ次第、取れるようになったら新しい動画を上げていきたいなと思います。今ある最新動画のストックがなくなっちゃうと、もう再アップ動画の連打になってしまうんですが、そこだけはちょっとご了承いただければと思います。また次の動画もご視聴よろしくお願いします。それでは。今回ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。